本日の第8試合、ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント2回戦を行います。青コーナー168センチ、 60.95キロ、49戦29勝18敗、千葉県市川市出身、元ディープ2階級王者、暴言プレジデント大塚赤コーナー160センチ60.85キロ、29戦22勝5敗、岩手県久慈市出身、第6代シュート世界フライ級チャンピオン、打倒曲根性大木久保ひろまさこの試合は大臣 MMA トーナメント勝利、外に出ない、高田を5分の3ラウンド制で勝利してください。外に出ない。なおこの試合の勝者は株式会社ウェブシャーク、株式会社トレーダーズマーケット、薬用育毛剤リデン様の各社より勝利者賞が贈られます。最初の入りですよ。レディファイト。体柔らかくていい。体柔らかくていい。手動かして、手動かして。いいですよ。見えるより。呼吸しながら。焦んなくていい。焦んなくていい。はい、そう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 。もう一個距離離していい。いいよ、ナイス。はい、そこですよ。そこ。そこ大事。30。そうですね。はい。そこからでいい。はい、そこ。はい、ちょっと近い。ちょっと近いよ。手広く、手広く。今ちょっと狭い。そうそうそう。見えてます。見えてる、見えてる。ナイスよ。スローしてるよ。スローしてる。ここ。はい、これ。ナイス。いいプレッシャーで相手どんどん下がる。はい、1分経過、1分経過。おじさん、1分。2分だよ、2分だよ、集中して。大丈夫、大丈夫。
脇落として。アクション。はい、2分。
ション。レイ。レイ。はい。入ってるぞ。はい。
あと聞いてきたな。はい、はい、ちょっとプレッシャー、ここ大事だよ。大塚さん上げ
判定の結果をお伝えします。ジャッジ大矢部、赤大久保。ジャッジ松宮、赤大久保。ジャッジ片岡、赤大久保。予定勝者、大久保ひろまさ。ジャッジコール、2-1ダバイナー、コンチャスター、ヒロマサ、大久保。そして株式会社ウェブシャープ取締役大森和弘様より勝利賞としてヨギボーマックスが贈られます。今日はご来場ありがとうございます。このトーナメント絶対に僕が優勝するんで、僕に、全ベットしてください。ありがとうございました。この結果により勝利しました大久保選手は準決勝進出が決定しました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。